こんにちは、柴田です。今回はポール・リード・スミスカスタム24のレビューです。こちら千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。非常に美しいボディのシェイプも、この木目も非常に美しい、色も美しいですね。もう完璧なギターと言っても過言ではないでしょう。以前 PRS の SE はね、レビューにもしてるんですけれども、今回ねカスタム24は私初でございます。そのカスタム24の中でもですね、これは上位の機種に当たるんですけれども、なんと指板が計らんだ超高級ギターに乗っかっているあれです。非常に美しいですよ、この木目。美しすぎますね。インレイもめちゃくちゃかっこいいです。で、今回はね、対抗馬としてこちらのね、ギブソンカスタムショップと鳴らし比べていきたいと思います。ではでは早速ね、お聞きいただきたいんですけれども、若干ね、このパーツの素晴らしさをね、お伝えさせていただきましょうか。ペグがね、独特なロック式になっておりまして、こんな感じです。先端がポコッと出ていて、非常に高級感があるペグですね。そしてトップのメイプル、非常に鮮やか、色も鮮やかです。メイプルトップのマホガニーバッグで、ネックもマホガニーになっておりまして、素材はレスポールと同じなんですけれども、重量はね 3.5 以下、非常に持ちやすくて、ネックもね握りやすいです。レスポールと比べても細からず太からずという感じで、まあ、かなりね絶妙にいいところだと思います。で、鳴らして早速びっくりしたんですけれども、生音がねめちゃめちゃ良くて大きい。びっくりしますよね。今まで200本以上触ってますけれども、これがね一番いいです。ギブソンもねいいんでね、ちょっと聞いてもらいましょうかね。これもねかなりいいんですよ。それでもやっぱね抜け感がね PRS すごいですね。では早速ナチュラル系からいきます。リアです。いいっすね。センター透き通るようなクリーン、これにねプラスタップがあって、これリアです。これフロントで、センター膨らみますね。という風な感じで、非常にクリーンだけでも幅広い、全てのポジションで全部使える音ですよね。ではちょっとギブソンのカスタムショップも聞いてもらいましょう。レースポールという風な感じ。持ち帰るとね、めちゃめちゃ軽くて、ね、持ちやすいです。じゃあクランチ系、スピード感がね気持ちいいですね。まあ、さっきも言ったんですけれども、フロントもねリアもどんなジャンルにも対応できるようなサウンドになってます。ではレスポールのクランチ、
OD-1 のモデリングかけてみます。ギブソンでも試してみましょう。感じになりました。いかがでしたでしょうか。ポール・リード・スミスのカスタム24、いやー素晴らしいですね。いや初めてね触ったんですけれどもね、もう何もかもが完璧、まあ、その中でもねこのルックスと弾きやすさとサウンド、ポール・リード・スミスがね長年こう人気があるのがね非常によくわかります。まあ、ギターをね選ぶ上での3大要素ですよね。この見た目と弾きやすさと音、その全てがねレベルが高いと、新品のね値段が高騰しているというところで、結構ね今ね中古はね穴場かもしれないです。ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。